値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは。おはようございます、こんにちは。はい、こたパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。はい、早速本題に入っていきたいと思います。本日はですね、学生さんですとか主婦の方に向けて、ちょっと情報をお伝えしたいことがございますと。世界にね、名高い JBL、 ものすごいパワフルでなおかつダイナミックっていうね、ザ・ JBL サウンドを5000円台以下で楽しめるデバイスが2つあります。この2つのイヤホンのご紹介をさせていただきたいと思います。1万円じゃなくて5000円台で買えますので、 JBL サウンド興味あるんだけど高いしなーなんて思われてる方もね、ちょっと多いと思うんですよ。でもね、 JBL サイドからするとそんなことはないよ、5000円台から俺たちこの音脈々と受け継いでるよなんていうね、声が聞こえてきそうな感じがするぐらい素晴らしい出来になっているイヤホン2つご紹介したいと思います。学生さんや主婦のね、皆様だけじゃなくってね、 JBL に関してちょっとでも興味があるって思われた方はですね、ぜひね、皆さんこの動画最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。わ、その情報役に立ったよなんて言ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、高評価いただけるだけで僕の動画作成モチベーションバキッと上がるんで、この辺も合わせてよろしくお願いします。はい、それではですね、伝説と言っていいのかな、かなり売れたと思うんですよね。早速ね、イヤホンの方ご紹介していきたいと思います。それでは皆さん行ってみましょう。レッツゴー。はい、それではね、外観レビューをちょっとやっていきたいと思います。2つご用意しました。まず一番左側ですね、こちらの紫のカラーをしているものが JBL から出ております Wave100TWS という完全ワイヤレスイヤホンとなっております。そしてこちらの後継機、正当なる後継機がこちらのブラックのですね、もので、名前の方が、JBL の、Wave Buds という名前になっております。こちらが2021年に登場、そして1年後にこちらの後継機が、2022年に、発売となりました。こう見るとね、普通のイヤホンなんですけども、当時はねすごい騒がれたんですよ。何を騒いだかって言いますと、普通用のイヤホンじゃないですか。これでもね、上見ると、はい、蓋がないんです。蓋がないんですよ。で、後継機になったらどうなるのかなと思ったら、後継機も蓋がないんですよ。すごいですよね。磁力のね、塩梅がちょうどよくって、こう、思いっきりちょっと力込めてつまんで飛んでっちゃうっていうのが意外に少ない。本当に数えるぐらいしかないですね。基本的にはですね、こちらの、初代と言いますかね、こちらからしっかりこちらのブラックの方、ウェーブバッツの方にザ・ JBL サウンド、きちんと、継承されています。非常にコスパのいいモデルになっています。でですね、イヤホン。はい、こちらがね、Wave100TWS の、イヤホンとなっております。こちらはですね、操作が物理ボタンです。これが物理ボタンです。それに対しまして、Wave Buds はですね、タッチセンサー式となっております。大きく変わったのはここですね。あと、詳しいことは製品概要のところで、お話ししたいと思います。どちらもですね、8ミリ。のドライバーを積んでいます。Wave100TWS からこちらのね、Wave Buds に移った際に、こちらはね、筒体サイズを約 20% ダウンサイジングして、不買できたっていうことなんですね。なので、Wave100TWS よりも、女性の方なんかは使いやすいんじゃないかなというふうに思います。スッと耳にはまりますので、非常にね、音もね、よろしいんですよ。
この辺もお話しさせていただきたいと思います。まあ、外観はねこんな感じで、後ろに、タイプ C ぶっ刺すところがあるぐらいですね。特に、ペアリングの、ボタンがあるとかそういうことも一切ありません。はい、そうしましたらですね、それぞれ、製品概要の方を見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それでは見ていきたいと思います。 JBU から出ております Wave100TWS、 こちらの製品概要を見ていきたいと思います。 Amazon 価格でですね、2023年9月10日現在で、4455円でゲットすることができます。それではね、製品概要の読み上げますのでね、心と耳を少し傾けていただけたら幸いです。よろしくお願いします。はい、まずこちらはですね、2021年に発売されました。イヤホンを取り出しやすいようにということで、蓋のない、革新的なデザインを採用したモデルとなっております。エントリーモデルながら約 8mm のですねダイナミックドライバーを搭載していて、非常にパワフルな JBL サウンドとなっております。バッテリー性能ですが、イヤホン本体で約5時間、ケース込みで約20時間再生することができます。対応コーディックは SBC-AAC となっております。 Bluetooth はバージョン 5.0、防滴性能に関しては IPX2 となっております。簡単ですけどもね、こちらが以上、Wave100TWS の製品概要となります。はい、それでは JBL から出ております Wave Buds、 こちらの製品概要を見ていきたいと思います。 Amazon 価格ですね、2023年9月10日現在で5721円でゲットすることができます。それではね、以下製品概要を述べていきたいと思います。ほんの少しのね、気持ちと耳を、心をね傾けていただけたら幸いです。はい、よろしくお願いします。まずこちら、全モデル、JBL の Wave100TWS の正当なる後継機です。発売は2022年になります。高い遮音性と、装着感を実現しております。エントリーモデルながら音質面も妥協することなく、8mm 系のダイナミックドライバーを搭載しております。バッテリー性能ですけども、イヤホン本体で約8時間、充電ケース、使用で約24時間の再生時間を確保しております。また10分の充電で約2時間の再生が可能な急速充電にも対応しております。JBL 国内初となるケース自体も防水性能対応。レベルですけども IPX の2となりますね。新たに防塵機能を搭載し IP54 にアップグレードしたイヤホン本体と合わせて高い防塵防水機能となっております。外音取り込み機能に関してなんですが、こちら2種類用意されております。まず1つ目が、必要な時に環境音や生活音などの外音を広く取り込むアンビエントアウェア、そして1番よりも会話に特化したトークスルー機能という、この2つの種類があります。6番、JBL 専用のねアプリ JBL ヘッドフォンズに対応しております。イコライザーの設定ですとかボイスアウェアの調整などができ、自分好みのイヤホンにパーソナライズすることが可能です。そしてですね、前作より、機能ですとかサウンドを損なうことなく、イヤホン本体のサイズを約 20% ダウンサイジングすることに成功しました。以上でですね、Wave Buds の製品概要となります。
はい、それではね、比較検証していきたいと思います。まあ、メインにね、音質の方を持ってきました。左側が、ジェベールの、Wave100TWS、こちらは4色展開ですね。で、右側の方も、4色展開で、ジェベールの、Wave Buds となります。左の方が2021年に発売。右の方が、その後継機として2022年に発売されました。それではね、音質面、レビューさせていただきます。まず、両機ともにね、ザ・ JBL サウンドの血統がしっかりと脈々と不変なく再現されています。深い低音域、解像度の高い中音域、抜け感のいい高音域、こういった音響構成になっております。レスポンスの俊敏さですとか、高いアタック感、そして深い重低音などを、奏でてくれます。ダイナミックかつパワフルで、そして時にはですね、繊細な音質も再現することが可能です。JBL Wave Buds の方はですね、アプリに対応しておりまして、イコライザーの設定ですとか、ボイスアウェアのレベル調整等ができ、自分好みにね、カスタマイズすることが可能です。しかも、このお値段でです。両機ともにね、音場の広さというよりも、臨場感の方が前面に感じられます。こちらの両者ともにですね、ドンシャリ好きの方にはぴったりだと思います。音楽ジャンル、どれが適するのかなというふうにいろいろ検証してみたんですけども、やっぱりロックですとか、ジャズですとか、EDM、この辺はもうドンピシャでしたね。見た目以上にね、本当にパワフルなので、それなのに、高音とか極高音が全く刺さらないんですよね。きちんと、抜けていくっていう、そういう音になっています。で、この2つ、どっち私選べばいいのっていうことなんですけども、まず、両方の、機体の価格差は、ウェーブバッツの方が1266円、ウェーブ100より高いんですけども、予算に余裕があるようであれば、まあ、アプリも使用できるウェーブバッツの方を私はお勧めしたいと思います。俺はイコライザーなんかいらねえよ。ね。もう、デフォでいいんだよと。余計なものはつけなくていいんだよって思われる方は、Wave 100を購入された方が、コスパも高いですし、それでも、同じね、素晴らしい JBL サウンドはついてきますので、そういう買い方もありかなと思います。私はちょっとアプリでイコライザーとか入れて、音の感触、色味とかをね、違うものにして遊んでいきたいと思っている方はですね、ウェーブバッツの方を購入されるのがよろしいのかなと思います。まあ、どちらを買っても音は非常によく JBL サウンドは体験できますので、あとはもう本当にアプリを搭載しているか搭載していないかっていうところに行き着くと思います。まあそこでね、1266円のこの価格差をどう捉えるかというのは、まあ、購入を検討している皆さんが最終的には決められることだと思います。はい。以上がですね、比較検証で、今回は音質、この面を取って、検証してみました。はい。それじゃあ最後にですね、通話品質、こちらをね、一応確認して、その後まとめに行きたいと思います。音声、どうぞ。ただいまですね、JBL から出ております。Wave100TWS、 こちらのマイク性能の検証をしております。音量音質いかがでしょうか？明瞭に届いていますでしょうか？どのように聞こえますか？こちらはですね、 JBL の、Wave100TWS の通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。ただいまですね、 JBL から出ております WaveBuds、こちらのマイクの性能を検証しております。音量、音質いかがでしょうか？明瞭に届いていますでしょうか？こちらがですね、JBL から出ております、Wave Buds の通話品質となります。
ぜひね、参考にされてみてください。今のが通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。はい、ちょっと、付け足しなんですけども、アプリの方に入ってみたいと思いますね。ウェイブバッツ。あ、入りましたね。こちらの、イヤホンは、ノイキャンはないので、外音取り込み機能ですね。アンビエントアウェアにするのか、今アンビエントアウェア、あ、広く音を拾ってますね。それか、会話に特化している、より適しているトークツールにするか。はい。で、下の方に進むと、イコライザーがあります。これがデフォルですか。ウェイブバッツイク。ちょっといじってみると、いろいろありますね。ジャズ、ボーカル、バス、エキストラバス、コタパパ EQ、そして JBL、ウェーブバッツ EQ。まあ、だいぶアッパーですね、これは。私はこのね、コタパパ、コタパパを使ったりするんですけども、まあ、ウェーブバッツでもいいですけどね、とりあえず。はい。イコライザーこんな感じですね。で、タッチ操作、どうしますかっていうとこなんですけど、左側が、ワンタップで再生一時停止、ダブルタップで次のトラック、トリプルタップで前のトラック、でタップ&ホールドで、Siri が起動します。とりあえず、このままで、右側は、ワンタップがアンビエントアウェアですね。アンビエントアウェア。で、2タップするとトークする。より自然な会話ができるという。で、3タップがなくって、タップ&ホールドをすると同じく Siri が、使えるようになりますね。音量の割り当てができないね。アンビエントアウェア関係の操作を入れるので、ボリューム調整に割り当てるのがちょっとできないみたいですね。ちょっと痛いな、それは。で、ここにボイスアウェアっていうのがあるんですけども、これは自分の耳元に返ってくる、自分の声のボリュームをどうしますかってことなので、これはもうこういうふうにスライドする感じで自由に、決めることができます。で、下にスマートオーディオモードに、ミュージックに適しているのか、隣のビデオモードなんかは、YouTube とかね、タブレットとかで動画見る際にいいかもしれないですね。で、音声プロンプトは別に、そのままでいいし、あ、イヤホン本体を見つけるっていうのがありますね。なるのかな？ちょっと外して押してみますね。はい、このような感じで音が鳴ります。あとはですね、まあバッテリーの節約ってところでオートパワーオフがありますね。30分1時間2時間ということなんですけども、まあとりあえず僕はオフにしておきます。サポートに行くとですね、あ、ソフトウェアって項目ありますね。多分、ここでアップデートのお知らせなんかを受け取るんじゃないかなというふうに思います。はい、できることというのはこんな感じですね。イコライザーを選ぶことができるのと、タッチ操作を変えることができるけど、通常の今の状態だと、音量の割り当てができないっていうことですね。で、ボイスアウェアのが、無段階で使えると。で、モードを選べると。で、イヤホン本体を見つけるという性能も、機能も入っていると。そんな感じですね。はい、アプリに関しては以上になります。はい、まとめていきたいと思います。本日はですね、こちらの2台ご紹介させていただきました。JBL のウェーブ 100TWS。そして、こちらが、
JBL の、ウェーブバッツとなっております。それぞれで、ね、ご紹介させていただいた通りなんですけども、まあ最初の方でね、学生さんとかね、主婦の方なんかになんていうふうにお話をさせていただいたのは、ちゃんと JBL サウンドをしていて、なおかつね、お求めやすい価格のものを使っていただけたら、値段もね、ぐっと抑えられる中で、音質としてはね、パフォーマンスの高いものを感じることができるので、ね、イヤホンとかヘッドホンって上を見ればキリがないけど、本当にその、1万円以下、それこそね、今日ご紹介させてもらったのは、まあ、5000円台以下で、手に入る、しかも音質妥協していないモデルになっているので、平たく言えば、すべてのですね、おすすめしたいんですけども、あえてね、主婦の方と学生さんって言ったのは、ね、ちょっとお小遣い貯めれば手に入るところにね、価格帯が設定されていますので、ね、家事をするときにね、音楽を聴きながらするっていうのもいいだろうし、学生さんなんかはね、例えば電車で、往復したりとかね、うん、そういうときに使っていただいて、気持ちもね、ある程度、で、コスパの高いものを変えたので、満足感が得られると思いますし、音質に至ってはもう、ザ・ JBL サウンドをね、余すとこなく堪能できますので、非常に一つの商品としてね、満足のいくものを、今日ご紹介できたんじゃないかなというふうに思っております。ぜひですね、気になる方いらっしゃいましたらですね、概要欄の方に、個別のね、レビュー動画、それぞれのレビュー動画の方を、リンクを貼っておきますので、よかったらそちらから飛んで見てみてください。その方がね、もっとよりわかると思うので、今日はね、音質と、まあ、通話品質をちょこっとね、検証しましたけども、どちらを選ばれても音質に関しては保証できます。あとは、アプリがいるか、いらないか、うん、あとはその、ウェーブワッツの方は外音取り込み機能がついてまして、それもね、2種類のものがついていると。アンビエントアウェアとトークスルーという。広く音を拾う、アンビエントアウェア。そして、会話に特化した、トークスルーという。このね、2つの機能がウェーブ 100TWS とは違ってね、新たに盛り込まれた。機能になっています。自分がどのレベルまでのものを欲しいのかっていうのをちょっと自己分析していただいて、よしって思っていただけたらね、購入リストの一つに入れていただいてもいいのかなと思います。本当にね、私ね、一番最初はスマホ、iPhone で、YouTube 始めてレビューさせていただいていたんですよ。でも、まあ、スマホでできることっていうのはやっぱり限界が出てきたっていうのを感じて、まあ PC の環境に移った、っていう経緯があるんですけど、スマホでやってた時で、スマホでこう編集するんですけど、その時に使っていたのが Web100TWS。音が、結構ね、解像度がもあって、はっきりくっきり聞こえるので、非常に使いやすくて、で、長時間使っててもあまり疲れなかったのでね。うん。から、スマホで YouTube をしていた時の、いわゆるモニターヘッドホンじゃないですけど、編集時に使うイヤホンとして、こちらの Web100TWS の方を使っていました。やっぱりね、音が良かったので、しばらく、1年ぐらい それ使ってたのかな、うん、と思うんですけどね。まあ、私の話はこの手で、ね、雑談になりますけども、非常にとにかく5000円台以下でね、手に入りますので、多分ね、もうちょっと、なんかセールがあれば、下がるような可能性もなくはないと思うんですよ。もう、2021年とか22年で、まあ、多少ね、時間が経ってますので、うん、もしかしたらね、またタイムセールとかで対象になる可能性もありますので、いつ買うかっていうのは、この辺は皆さんの方で、見極めていただいて、JBL サウンドをね、余すことなく堪能していただければですね、その喜びをね、共有していただければ嬉しいかなというふうに思います。本日のレビュー、まとめここまでとさせていただきます。動画の方、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。リーズナブルでいい。
のかななんて思われた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価いただけるだけで、私の動画さ、育成モチベーションがバキッと上がります。その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい。やっぱりね、JBL はいいですよ。もう、老舗中の老舗。もう、音質は王道して、高規格コーデックに頼らないところが、これは好きです。AAC でがっつり聴けるものを作ってくれるっていうのが、いいところ。俺が感じるね、いいところ。それでは皆さん、私とはね、また次の動画でお会いしたいと思います。お互い素敵な音楽ライフ送っていきましょう。それでは皆さんごきげんよう。バイバーイ。